はようございます。今日の全国の天気をお伝えしていきます。まずは皆さんからいただいているウェザーリポート見ていきましょう。北海道網走市の方からいただきました。ありがとうございます。また強く降り出しました。昨日より蒸し暑くありませんということで、雨が降ったり止んだりを繰り返している北海道となっています。今日も北海道では雨の降り方が強まりますので、十分に注意をしてください。それでは全国の天気をアイコンで確認していきます。全国の天気をお伝えしていきます。今日は北海道と東北の北部中心に台風の影響で荒れた天気となります。北海道では特に道東エリアでは激しい雨の降り方に注意をしてください。道路冠水、土砂災害の危険性もあります。外出はなるべく控えるようにしてください。そしてその他のエリアですが、広いエリアで日差しが届いて暑くなります。熱中症対策しっかりと行ってください。そして午後はゲリラ雷雨の可能性が高くなります。もくもくした雲が自分のところに近づいてきたら天気急変のサインです。そして太平洋側のエリアでは台風の影響で波が高くなります。海岸には絶対に近づかないでください。以上、全国の天気をお伝えしていきました。良い一日をお過ごしください。